身長ビヨーン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを大事にしていきたいと思います。身長の話し方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、早熟解除万熟になれる幻の食材とかってことですね。もうほんと超興味深いでしょこの話題ね。身長を本気で伸ばしたい人は今日の動画ですね、もう集中してメモ取りまくって、ね、ぜひ聞いていただきたい内容かなと思いますけどね。準備よろしいでしょうか。もう一度ね、早熟と晩熟って単語少し振り返ってみましょう。早熟っていうのは比較的にですね、成長が早くて、簡単に言うとですね、思春期症状が早く出るタイプ。思春期症状が早く出た分、成長も完成してしまって、どちらかというとですね、最終身長が低くなる傾向にあるわけなんですけども、晩熟とはですね、思春期症状が後の方に出てきて最終身長もですね、ずっと伸びるタイプ。イメージで言うと、男性であれば高校ですね、卒業してからもですね、少し身長伸びるようなタイプですし、女性であればですね、まあ、高校入学してからもですね、伸びるタイプっていうの表現かなと思うんですけど、後からですね、ぐんぐん伸びるタイプ。どちらかとですね、身長の高い人は晩熟タイプが多いわけなんですけども、そのですね、晩熟にですね、なれるかもしれないっていう、そういった食材が実はあるんです。なので、それをね、本日お話しさせていただきたいと思います。本当に今日の内容はね、超重要だから、ちょっとね、動画を見て、パッとね、判断するんじゃなくて、しっかりと最後まで見ていただいて、しっかりと理解していただく必要があるので、その点も十分注意してください。ただ、漠然とその食材を摂取すればいいというものではないです。その食材について理解いただく必要がありますので、ご注意ください。それではですね、まずこちらの論文からいきましょう。2010年のドイツの論文ですね。Relation of isoflavones and fiber intake in childhood to the timing of puberty。 イソフラボンを子供の時ですね、食べた場合に思春期のタイミングがどうなるかってね、研究してくださった論文で、The American Journal of Clinical Nutrition ですね。こちらの論文に載っているような内容で、グオ先生がね、書いてくださったみたいで、ドイツの先生がですね、書いてくださった論文になります。こちらの論文少し読んでいきましょう。この論文がですね、どうして書かれたかっていう背景がまず書いてあるんです。そこね、ちょっとね、一緒に共有していきたいと思います。まず最初の背景としては、植物性のエストロゲン。エストロゲンって女性ホルモンですね。女性ホルモン用物質をですね、こう植物で摂取した場合に、思春期のタイミングに関係があると言われているのが、その内容をですね、検証してみましたっていうところから始まっています。もう一度ね、振り返っていきたいんですけども、僕はですね、イソフラボンっていうですね、大豆に含まれる女性ホルモン用物質。用というのは様っていう字を書いて、女性ホルモンのような物質がイソフラボンであるというような形なんですけど、そのイソフラボンがどういうふうにですね、春季に影響しているかというのを検討した内容になります。お話しさせていただくと、イソフラボンを非常にたくさん取った女の子は、胸が膨らむのが全然イソフラボンを取らなかった子に対して、0.7 年間遅かったという表現になります。もう一つのデータとしては、半年間身長のピークがやってくるのが遅かった。晩熟だったという表現になります。つまり、これはどういうことを意味しているかというと、イソフラボンをすごくたくさん取ると、0.7 年間、まあ大体半年間程度、晩熟になることが可能かもしれないということがね、拡大解釈すると言えるわけになりますね。で、もう少しちょっと読み進めていくと、男の子の場合はあまり関係ないでしょうというふうなことが記載があります。本当にもう皆さんの驚愕の事実だと思います。大豆を食べると、イソフラボンがその中に入ってるわけなんだけど、それがもしかしたら女の子の思春期を遅らせるかもしれないと。つまり、身長にとってプラスに働くんじゃないかってことはね、ここからわかるわけなんですけど、どうでしょうかね。これ超面白いでしょう。ただし、最初にお伝えしました。今回の動画は集中して最後まで聞いてください。今日はこれじゃ終わりませんよ。ここからが本番です。まず最初はですね、イソフラボンがですね、女の子の思春期を遅らせる働きがあるということが書いてあります。まずそこの部分ですね、ちょっと解説させてください。まずはなんですけども、女性ホルモン用物質。女性ホルモンのような物質ですね。例えばなんですけど、体の中に入れました。そうなった時に、体の中でもともと女性ホルモンを女の子が出そうという働きがあるんだけども、体は錯覚するわけですね。私はもうすでに女性ホルモンが出ていると思って、自分の内因性という女性ホルモン、自分のですね、自前の女性ホルモンをもう出さなくていいんじゃないかというふうにして、まあ、勘違いするわけなんですね。そういったようなことが働いて、思春期症状を遅れる可能性があるというふうに言えるわけなんですね。今、ここまでの話を聞くと、大豆摂取も絶対した方がいいじゃんと思うんですけども、次のステージです。例えばですけども、大豆をたくさん摂取している都道府県の人は当然身長は高いんじゃないかっていう疑問が出てくると思いますので、ここからその論文ではなくて、日本のデータを少しね、見てみましょう。平成30年の国民栄養調査の結果をもとにですね、公益財団法人日本豆類協
今回出していただいているデータ、リンクの方ですね、概要欄に貼っておきますけど、こちらのデータを見させていただくと、全国平均に対して豆の摂取が多いのは東北だったりだとか四国だったりだとか南九州が多いそうです。これ結構面白いのが、南の九州はすごく多いんだけども、北の九州は逆に摂取の量がすごく少ないんですね。その中を見させていただくと、これと現在日本人の身長の相関はほとんどないというふうに思います。今回女の子の影響が強いわけですから、女の子のデータで少し振り返ってみたいんですけども、例えば女の子身長が高い都道府県というのは東京、青森、大阪、石川、鳥取、秋田、福井とかね、こういったところになってくるんだけども、最もですね豆の消費が多いところは南九州になるわけですね。鹿児島とかですね、鹿児島の女の子が身長が高いかっていうふうに見ていくと32位ということで、どっちかっていうと低い方って表現になっちゃいますね。あと宮崎なんかは40位ってことで、どちらかと低いっていうのは表現になります。熊本も32位ってことで、どちらかと低いってことになりますので、このデータを見るとおかしいなってことでね、皆さんも気づいたかなと思います。豆を多く摂取している県が身長がそんなに高くない、あまり関係なさそうだなということは、ここがわかります。ここからさらに視線をですね、世界にちょっと移してみましょう。世界の大豆の生産量ですね、今回のデータは平成26年度の食料需給表および米国農務省の PS&D、 そちらからですね拝見させていただいてるんですけども、世界で最も大豆作っていく国はアメリカ、2位ブラジル、3位アルゼンチン、4位中国、5位パラグアイ、こんな感じで続いていくわけなんですね。こうやって見てみると、アメリカって日本人よりね当然身長が高いわけなんですけど、じゃあアメリカが作ってて食べてるってことは身長だってプラスなんじゃないってやっぱり思うかもしれないんだけども、ここでちょっと注意が必要なのが、実はアメリカは作ったものを食べてるわけではなくて、バイオディーゼル燃料とか家畜の飼料などですね使用されてる形で、アメリカでは大豆で人間がすごく摂取してるわけではないですよってことがね、調べていくと分かります。アメリカのね食品なんかイメージしても大豆がすごく出てくるっていう印象はないですね。やはり大豆のイメージといえば日本食の方が強いんじゃないでしょうか。納豆、豆腐だったりだとか醤油もそうですよね。アメリカより明らかに日本の方がね摂取しているでしょうというような形になります。他のですねデータによれば、アジア人は西洋諸国よりもですねイソフラボンの摂取量多いみたいで、そちらのデータによれば25から 50mg パーデーというのがアジア人の摂取量に対して、西洋摂取量というのは 2mg 未満ということで、これ見てみると10分の1とか20分の1とかですね、そういった量しか西洋の方は摂取してないというような表現になります。こちらから見てみると、やはりですねアジア人の方が多く摂取しているという事実があって、アジア人の方が明らかに身長低くてってことを考えると、もしかしたら晩熟するかもしれないんだけども、晩熟に与える影響っていうのはものすごく小さくて、もしかしたら総合的にですよ、大豆っていろんな成分が含まれてるわけですから、本当にプラスに働くかどうかは少し疑問っていうような形になってきます。次ですね、大豆がマイナスに働く可能性がないかというのをちょっと検討していくような形になります。もう一度ちょっと振り返ってみましょう。イソフラボンは女性ホルモン用物質、女性ホルモンのような物質というのはねお話をさせていただいたんですけども、内因性の女性ホルモンが抑えられる可能性があるということがねそこから分かるわけなんですけども、ただし男の子はですね論文上も関係がなかったというね記載があるわけなんですけど、男の子がじゃあそれを摂取する必要があるかというのはとても疑問になりますね。当然ですけど、男の子は体の中で女性ホルモンをたくさん作るわけがないですから、そういった人がですね女性ホルモンのような物質をですねたくさん取ることに果たして意味があるのかね、そこは当然疑問になりますし、女の子でも同じだと私は思います。例えばですけども、女性ホルモンがすでに出ている子はそういうふうにですね負のフィードバックを働かせる、女性ホルモンがすでにたくさん出ていると勘違いさせることをですね期待することはもしかして幾分か可能かもしれないんですけども、学童期と呼ばれるですねまだ女性ホルモンが体の中に出てない時期にですねそういったのを摂取するのがどれだけ意味があるのかっていうのは疑問になりますし、大きな統計学ね世界的なところで目を通して見てみると、あんまり多く摂取したからといって身長伸ばす働きが強いようにも思わないというような結論になりますね。今日の内容どうだったでしょうかね。もう一回ちょっと振り返ってみましょう。まずドイツの方の論文によれば、春季症状ですねイソフラボンは遅らせる可能性が、しかも女の子の場合でというような形ですね。それに対して日本の都道府県別もしくはですね世界の摂取量を見たときに、大豆と身長の関係性はそこまで強いようには思えない、むしろ日本人含めてですけども、アジア人の摂取量は西洋よりも圧倒的に多くて、アジア人の方が当然ですけど身長低いということから考えると、身長プラスに働かせる作用はおそらくないというふうに考えられますので、そういったところを踏まえてですね最後身長先生的結論をお伝えしたいと思います。大して関係ないと思うが、絶対に摂取しなくてはいけない食材ではない、当然ですよね。今ですね摂取するしないっていろいろな議論をしたわけなんですけども、まず絶対に摂取しなくちゃいけない食材ではないです。まずそこを一つ言えます。次はロイヤルゼリーの時もねお話ししたんですけども、ロイヤルゼリーというのはどうやらこちらですね、ロイヤルゼリーと同じで最後にチャレンジング的
にですね摂取するっていうのが一つありかなと思うんだけど、最初からガンガン摂取してくださいというような食材ではないですし、幾分か身長を低くするリスクもあるということも十分にご理解いただく必要がある。その中で思春期がかなり進んでいて困ってるっていう子供に関して言うと、チャレンジとして摂取することは検討材料には入ってくるでしょうというような内容になるかなと思うんですが、いかがでしょうか。ということで本当に面白い内容だったと思うんですが、いかがだったでしょうかね。今後もですね身長に関するのをガンガン配信していきたいと思いますが、身長ですね本気で伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではねまたよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。